2回の裏ツーアウトランナーなしで大谷の1打席目高めといいますかまっすぐで攻められた後の4球目になります。ここも惜しい当たりでした。低めをうまくすくい上げて今日初打席で初ヒット。ただこのボールを打っただけではなくその前の球3球続けられた後のこのバッティングですね。そうですね、まあ、ストレートインコースまっすぐ、はい、あの3球の後の初めての変化球を捉えたんですね。そうですね、そして第4打席です。変わった大石から攻めを強引に持っていきました。これはちょっとボール臭いんですけども、やはり今日もですね全打席凡退した打席も含めてあのファーストストライク振ってるんですよね。まあ、ここはすごいなといつもあの試合を見てて思うんですけども、その最初のストライクを振れることもすごい。